東海の芝居なり両党一年がりだ地獄の底で死に腐れどうもてつやです。テニスの王子様がすごすぎるなり、まあ、噂は聞きますけどね。まあ新テニスの王子様はすごいね。初期の頃にやってたテニプリは結構スタイリッシュな技とかでルール上にのっとってやってたんだなりけどね。あの時でもギリだけどね。あれまあギリギリめちゃくちゃギリだと思うよ。いわゆるテニーヌってやつですね。そうです。そうなんだった。そうなの。あの昔やったじゃないですか、稲妻イレブンの技を当てろみたいなやつ。ああ、僕が出したやつね、クイズ、はい、その方式でいけんじゃねえかなと思って、うん、稲妻イレブンはあれ超次元を売りにしてやってるなりだけど超次元作家ですかね。そうテニスの王子様はですね、なんかあたかも真面目のようになるやるんだねふざけてない感じな。本当のスポーツ漫画かのようにみんなこう真剣な顔してすごい技を見てるっていう、なんか謎のシュールさ、あれがすごく素敵だなと思ったなりから魅力を皆様に分かっていただきたいので問題を作ってきましたね。おお、あれ大変よマジで本当に何ももらずに24時間かったからね。哲也すごいわあれやってわかった地獄でしょあれ。哲也すごいなにねすごい頑張って作ったやつ、ねしばが1個潰したもんねワンボールとか言ってもうなんか言っちゃおうかな。やってみろいや俺らが知ってそうなのはじゃあ違うってことですまああまりにも有名なのは省いたなりね、うん、テニスの王子様は2人とも見てる。いや、僕はね、マジでわからないね。あ、そうなの。なんか、知ってる2つの単語とブーメランスネークと犬いじるだけなんだ。犬いじるなんだ懐かしいなんで犬いじるなの。手塚さんも知らないの。知らん。全部ボール集まってくんだよ、こうやって書いて。シーンで例えばで言うと、有名どこで言うと普通に巨人化したりしますなり。本当に嘘つけや待て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 、これはおかしい。それはやりすぎじゃん。普通にしますよね。しますなんでオーラででかく見えるとかじゃなくて普通に物理的にでかく見える。嘘つくなよ。どういうことだよ。だから今回は4択かける3問。おお。急に個ついてきた。すごい。で、稲妻イレブンとは違って3つ偽物、1つ本物で本物当ててほしいのにね。ああ、まあその方がいいか。3つ芝居言うのね。稲妻イレブンと同じにしようと思ったら間違えちゃったな。何で間違えんだ。僕らはテニスの王子様の時点でなんかもうテニスの試合がパワーで腕壊れて終わるみたいなのあるからね。波動拳って言ってね。あ、波動拳知ってる。知ってる。波動拳の名前よく聞く。りょうくんの家庭でも見ること許されてるわね。いやいや、全然何でも見る。その王子様。普通に違う。そこじゃない、そこじゃない。両方とも違うんだ。すごいわ。カレーの王子様。普通の生活なんだ。じゃあ第1問。はい。4個連続で流れるのから。いきます、第1問。忍法。網なしなしの術。おお、あれじゃ普段より高いネットに意識してアウトしてしまう。貴様の茶番をもう見えきたわー。忍者。いや、やばすぎ。これあれまた忍者。忍法。また忍法。まきびしラケットの術。ない。いや、やりすぎ。これはおかしいんだ。痛くねえだろ。あれじゃコートを自由に動き回れない。なんだあの忍法は。忍法がおかしいんだよ、また、うん、じゃないの。あれ、あ、侍無心流王子剣持ちだ。背読み斬り。え、どういうこと。網を切っただと。あれじゃ受け身が取れない。どういうこと。何を言ってんだ。もうじゃあ侍か忍者絶対じゃん。こうなったら出すしかあるまい。無心流王妃。え、三点曲げ武装。あんなの見たことがない。頭のラケットで急にボレーが来るかもしれない。はいーはいー、はい、全部芝居じゃん。お前無双って言葉使いがちだから意識しとけよ。なんたら何無双はお前なんだよ。曲げ無双はないな。え、これはもうそれぞれですか。じゃあそれぞれでいきますなりね、はい、お次もいきます、まあ、ドベは新テニプリ全巻買ってもらうなり。まあまあまあ、まあ、興味よくはちょうどいい。ちゃんと読んでしまいなり。むしろ嬉しい。罰じゃないから、ね、興味持っちゃうかもしれないね。じゃあ忍者忍者侍侍でしょ、うん、それが本物なんでしょ。ネット、まきびし、せやみだよ、うん、で、曲げ武装は芝居、うん、まきびしも芝居じゃねえと思わん。いざ絵面で見た時にラケット踏んで危ねってなってるキャラがかっこいいかって言われてもね、そんな緊迫した試合になんないから。
背編み切りはかっこいいんだけど、なんかあんまり効果なさそうというかさ、受け身が取れないって意味あるね。まあ大前提におかしいこと言ってるもんな。で、あとネットマシマシっていう単語の使い方がちょっとね。え、技名は本当なくなるんですか？あるないよ。グリーンバックの質が悪くてなんか四角が見えてる、ずっとラケットの周りずっとなんか四角がグリーンバック色指定できるって知ってる？そのこの色を抜くんだよって。いや、なんか頑張ったけどすごい日が当たっててそれはお前や。日が当たってるとこでグリーンバックグリーンバックの質じゃないって。はい、せーの、3。おあ、さすがにだよね、うん、揃うか。なんだろう、さすがに背編み切りな気がするな、うん、まあ、名前とスタイリッシュさ3番ということで、はい、答えは編みマシマシ。忍者いるの？全然背伸びるマシじゃないじゃん。名前嘘だ。名前も本当？嘘こけ。名前も本当だなるよね。編みマシマシの術って本当です。そう、海外の忍者に憧れた人がね、その人が出す技。外国人忍者なんだ。それ反則になんない？なんないんだね。神は何やってるの？いないんですかね、なり。いないよね。じゃあ、背編み切りは芝居裏の前だと。そうなりね。ありそうはね。これステルスだったね。ね、上手だわ。じゃあ次の問題なり。はい。じゃあ2問目なり。はい。まあ一応同じようなジャンルでね、揃えてるなりけどね。ジャンルって何？私のイリュージョンをお見せしましょう。いそういそう。は？どういうこと？どういうこと？か、母さん？そう来るなら、こっちも使わせてもらうぜ。来い！父さん！うわ。は？嘘。わー、ダメ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 。終わった。何今ね。菊丸。お前、あぐらなんだ。奥にいんのにネットの手前にいんだよ。きめえ。そういう俺、荒いからそういうところだよ。哲郎さん絶対重ねるもんね、これ。俺、分かればいい精神でやってたから。もう一回最初からみたいな。いきます。あんまり走ってないんだよ。そこはあったら菊丸分身してくれ。はいよ。ダブルスってことこれ。おー、無駄。騎馬戦で対抗だ。うわ、もうあクリーンバック抜けてたすすぎるすごいんだよな、ね、体感するがいい別次元のテニスを。なんだ、んどこ行った。はい、あ、海賊だこれ。手ごといった。はぁ、うん、何今の。音かわいい。ドカベみたいな技。本当にこれ本当？なんだあれは。ボールと一緒に何かが落ちてきているぞ。途中で撃ち落としてきた鳥だ。うわ、お前も一緒に墜落だな。なるほどね。難しい今回。結構やばいのばっかだったな。やばい。母さん、馬、海賊、海賊、鳥落とし。こいつの母さんが向こうにいて、やばいって父さんって言ったら母さんと父さん。おかしいよ。ちょっと俺と父さん VS 敵と母さんでございます。こういう状態？はいはい。本物を当ててくださいね。せーの、3。おー、3でいっちゃった。海賊、海賊、海賊。もうね、海賊にしたんですよ。いや、攻めの3だけどね、うん、今さら分身とか当たり前だろうなっていう。いや、あれはなんかその幻覚を見せるというか、うん、ああいう技だと思いますね。まあ、そう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 、俺はちょっと期待を込めての4というか、漫画で4を見たいなっていう気持ちがあった。20分だよ。いや、そんな技があったら多分シンじゃない方出てるよね。結構シンだよ。はい、何で3、3、4。正解は3の海賊。あー、はい、
そーすごいなり。うわー原作で見てー海賊はどういう技なんですかあれは。あんまり意味が分かんないんだけど、なんか普通になぜか船の上のシーンに突入して戦い始めてブスって刺されて倒れて、なんか負けるみたいな精神的な話あんまり説明ないんじゃないよね普通に説明がないんだねおかしいおかしいおかしいでもその海賊に対抗して海賊の相手の方はブラックホールを使えてえで空間削り取って対策するっていうもうジョジョの奇妙な冒険やんそれ普通にスタンド能力だなにいやあとでもこれはネタ読みですけど芝居がさこの3個目の動画だけさめっちゃ映像素材使っててさ映像素材高いやん1万円ぐらいするだろうなと思いながら見てたらさ多分頑張って作ったんだなと思ってここだけはちゃんとやらなきゃそうそうあでも菊丸は普通に分身はできますよねえテニスのおじさまで分身してなかったっけえギリしてないあ、もうギリしてんじゃないかなしてそうだよね一人ダブルスできるんだもん、聞くまで一人しかいないからダブルスは誰かあと一個、ちょっとくしくも流行らなかったネタで本物のシンテリプリのネタでですねでダブルスダブルスがいてで、ダブルスの一人が裏切ってこう、3-1になっていや、裏切ってわけがわからんじゃんそれありなのかっていうやつがあったりねえ、それ審判はさあ、ダメですよ戻ってくださいって何なの裏切って敵の方行っちゃいけませんって言わないの言わないんだ仕事しろ手にするのって思うよ審判は最後はい一つは1点負けてるからもう確定だねあ、確定罰ゲーム確かにまあいいかだいやこんなに優しい罰ゲームあるんだだって、だったら俺だけ正解してちょっと2人もね新手にプリの波に巻き込みたいですあ、全然見たいな最後地味系です地味系3番最後に持ってくるなんと最後が地味ですへぇさっきのが最後でよかったなと思こちらなり地味系は難しそうだなギリシャ式処刑法913願いのさらわりほう膝そんな音がせんお皿がお皿がお皿って呼ばないさこが膝って言うなんだあのヘナチョコなボールはあれじゃすぐボレーされちまうぞへへもーらい待てじゃないなんで使うの映像操作じゃあお前俺だろかわいいやめだやめんな俺の愛犬名はブルドンブルドン微妙だなありそうだなちょっとザコがなんだあの変なチョコラボールはあれじゃすぐボレーされちゃうぞどっちかじゃんこのネックショットはおお首にはめたんですあなたは調理してあげましょうは弾道が低いアウトになるぞいやダメだところてんダメ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 ネックショットだけいいですか解説もどうネックショットだけ意味が分かんないネックショットは首の間にちょうどボールをカッってはめてそのまま自分の得点になるっていうやつですねもうこいつは大事じゃんこいつはなんでカッえっこいつはもうポロンと落ちる気づかずなんかそのカッってはまっちゃうんだからえ、じゃああの僕は何なのフワーンがいきなり縦回転になってクッカチッなっちゃうんだから早い技じゃないうんこれセリフも再現してるんですかしてますなりねああじゃあサラガーっていう人がいる可能性があるってことお皿がーいやちょっといいからあんだよ芝居よ膝のお皿にしてるからなであとお前ところてんもさ結構言うんだよなメタ読みやめてくださいなりようわまあまあまあはい決まりましたいきますはいせーの2番ああネックショットいきますまあ2か3で迷ったよ4はちょっと本当やりすぎとお考えでもお皿もおかしいしねお皿はお皿って言わないからおかしいだから2か3なんだ膝のお皿って本当に何なの分かんないなりね本日のことじゃない俗称お皿があるように思えんもんな正解は膝のお皿おいえ嘘だえ膝ですなり
サラガー、サラガーって言うね。言います、言います、ね、言わないって、言わないよ。ギサガって言うやん。そんなセリフ書く人いないって。なんとギリシャ式処刑法でしたね、まあ、ギリシャ式処刑法でもちょっとぽいなと思ったわ、まあ、そこはぽい。めっちゃ名前凝って膝にボールぶち当てるだけっていうクソ地味技がなんと見開きでいや地味でもないぞ、さらわれてるんだから。膝狙える技あったらさ、本当にコーナーの角の角とかでいいやんね。いや、分身されて追いつかれちゃうから。他3つは嘘ですね。犬ないんだ。犬ありそうだったよ、怖いのにな。いや、これは参りましたね。やりますね。今日負けちゃったんで買いますか、今も。はい、哲也負け。今前回5人ぐらい。うわ、俺呼びてえわ普通に。ダメだよ、あんたら知ってんだから。いやいやいや、いいやん、テニスの王子様は。ダメだって。はい、ということでね、視聴者の皆さんもこのテニスの王子様、新テニスの王子様の超次元真面目シュールギャグをね、お楽しみください。大人になるとそういうやつがこう来るよね。そうツッコミがいないというこっちがツッコミになる漫画がやっぱ好きですもんね、うん、じゃあ私が絵の動画でお会いしましょう。ドライブピー。